チャンネル登録2万人ありがとうございます。オクテットチャンネル、はい、ということでいつもオクテットメンズファッションチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。安藤とムント林です。よかったですね、2万人。いや、よかったですね。ようやくですね。始めた時は1年ぐらいで行くんじゃないかと思ったんですけど、全然伸びなかったですね。3年ぐらいかかりましたね。3年ですね。3年かかって、ね、2万人の方が見ていただけるということでね、本当に、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。これからもね、オクテットチャンネルを続けていこうとは思うんですけれども、こう2万人に来るまでで、はい、こう苦労したなっていうところは何かありますか？ありますね。本当、たまに一部の方にお話してるんですけど、最初、まず喋りが慣れてないのですごい大変だったのと、あと編集と全部自分でやってたんですよ、うん、なんでもう仕事終わってお店終わってそこからこう編集してお店やって編集してみたいなのを休みの日もずっとやって一から覚えてってやってたんで、それがねめちゃめちゃ大変でしたね。それは大変だったですよね。最初だよね。特にね、最初ですね。ね、あ、動画上げんかったら林さんに怒られて上がってねえぞっつって言われて、すいませんって言いながら頑張ってね、やった、やってましたね、思い出が、はい、ありますかね。まあ、本当にね、お店が開けられない時だったもんね、最初は。その事情じゃないね、別にね、はい、本当に大変な時期だったですけど、はい、そんなことがありましたね、僕は。まあ、ほとんど、まあ、一緒ですけど、やっぱ毎日撮影し、毎日こうアップしてたんで、今はね、こう取りだめてますけど、毎日ね、その日の動画をその日で撮るみたいな、むちゃくちゃな、本当もうね、暇ない日まで店に行ったとか結構あったんで、ありましたね。もうその日暮らしですよね。あれはやっぱ、そう思うと今だいぶ楽になって、ちゃんとしてます、ね、こうやってね、取りだめできる。そうですね、僕はそんなにね、大変なことはなかったんですけど、まあ、大変なことなかったっていうのは変だけど、思った通りにいかないとかね、はい、それはすごくありましたね。思い通りに、ね、なることなんてないとは思うんですけど、逆になんかここまで嬉しかったこととかはありますかね。嬉しかったことですか。来店とかじゃないですか、うん、僕らで言ったら、うん、あ、まあお店にね、うん、来てもらえるのはすごい嬉しいですね、やっぱり。なんかね、いきなりそういうのが起き始めましたもんね。そうですね、何か急に1万人ぐらいでしょ。いや、もうちょっと少なかったかな、ね、8000人ぐらいですね、うん、本当に1年と2ヶ月ぐらいやった9月か10月ぐらいからなんかちょいちょい来るようになって、街で声かけられたりとかしないですか？僕は1回もないです。マジで嘘。あ、でも米表で見られたらしい。本当僕は1回もないですね。本当に何回かあるんだけど。何回かありますよね、うん。林さんですよねって言われてびっくりするもんね。あ、怖いっすね、うん、怖いですよ。服屋さんに行って勉強させてもらってますって言われて、はい、めちゃくちゃ焦ったっていう。気まずい。すごく気まずいですよ ね。勉強させてくださいっつって商品見るみたいなね、はい、どんな会話なんだろうと思いながらね。でも、はい、街でもありますよね。そうそう、街でもね、そうなんですよ。電話して電話切り終わったらいつも見てますって言われて、嘘でしょみたいな。何回かありましたね。ちょっと恥ずかしいなと思って。恥ずかしいですね。林さん分かりやすそうです。まあ確かに街にいても、そうね、はい、最近でもあの対談番組とかあんまないんで笑うことがないから、あのそんなに特徴的じゃないと思うんですけど、最初の頃ネタがすごく迷走してたんで、はい、僕と安藤の回とかがめちゃくちゃありましたもんね。ありました。そうなんですよ。最近はだからもうね、本当にシステム化してきましたよ ね。 そうですね、ある程度。また改めてなんか今になってそういう話もねやりたいなと思いますね。そうですね。今だったら喋る内容がまたちょっとその頃とは違って確かに確かに、そうですね。まあいろいろね、こう聞きたいこともねありながらこう喋ってるので、まあ月に1回のねライブ配信とかでこう、はい、会話するような回もあったりはするんでしょうけど、ここから先ね、やりたいこととかもしあれば。やりたいことですか。2万回を記念して。僕はもうオープニングを変えたい。リアルだな。リアルですね。まずリアルなところで言うと、ね、なんかこう僕ら最初の段階からずっと同じオープニングでやらせてもらってるので、うん、そうですね、だいぶ見た目も変わってたりとか、ね、うん、はい、それでなんかこれを機に新しくちょっとこう変えたいなっていうのは思います、ね、うん、はい、企画とかありますか。僕はね、ロケ。ロケね。ロケ行ってみたいですね。他のお店覗いてみたとか。ありがとう思いますけど、ね、そういうの面白いよね。誰かと一緒にこう考える、はい。はい。ロケかな。皆さんどうですか。
のね、ゲストを入れてゲスト MC 入れるとかね、はい、ゲスト MC、はい、ゲスト MC 入れてこちら側がファッションのねことについて答えていくとかね、こうもっとファッションのこと詳しい人だけじゃなくて、あんまり詳しくないなっていう人に向けてもお話できるといいなと思うんですけど、僕たち内輪でやってしまうと知ってるレベルが高いじゃないですか、当たり前で服屋なんで。だからこう一般の人が知らないをうまく伝えするチャンネルというかね、はい、動画みたいなのを、まあ、2万人になった金が作ってみたいなとは思ってますけど。いいですね、興味ない人がそれこの僕らのチャンネルきっかけで、そうそうそう、服好きになってもらうっていうのはすごい嬉しいですね、うん、そう、たくさんいると思うんですよね、服に興味があるけど、まあなどうでもいいやと思ってるとか、はい、まあなんかもう今更と思ってるとか、はい、分かんないと思ってるっていう人いっぱいいると思うんで、なんかそういう人たちにねきっかけとして、いやなんか服をこうちょっとだけね、選んで着るとその人の人生豊かになるよみたいなのをねお伝えできるといいなと思うので、なんかそういうチャンネルは普段の動画とは別にね、作れたらいいなっていうふうに思ってるんですけど、ぜひやりましょう、それはぜひね企画から頑張って考えなきゃいけない、はいはいはい、そんな感じですかね、はい、はい、今回はですねちょっと2万人記念と称してちょっと特別なプレゼントを、はいお、はい、視聴者様プレゼントをご準備させてもらいました。先日林さんが仕入れでイタリアに行かれてきて、ね、はい、イタリアのお土産で世界最古の400年ぐらいの歴史がある薬局ですかね、はい、サンタマリアノベッラっていうところの石鹸をね2名様にプレゼントしたいなと思います。で、詳しい応募方法は概要欄の方に貼っておくんですけど、 Twitter の、フォロー&リツイートで抽選の中から2名様をお選びして、お送りしたいと思います。はい、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。ということでですね、2万人いったんですけど、次の目標は何でしょう？やっぱりね3万人。すごい、まあまあそうですね、もう一歩一歩ね、そう具体的に登録者人数だね。やっぱりそれだけこのチャンネルを応援してくれる方の指標になるのかなと思うので、うんうん、僕年始の挨拶の動画で多分、うん、言ってましたよね、うん、1月3万人目指しますと、うん、それをね実現したいなと思います。ぜひ次はいつぐらいですかね。まあ1月にはもう一回ね、まあ、トントン拍子に。まあね、2万人までで3年かかって。まあ、けど、上がっては。ああ、そうだね。そうだ、来年の1月、2025年には3万人。そういうこと、はい、ああ、いいですね、はい。ぜひ頑張りましょう。はい、応援よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ということで、僕たちの動画、毎日8時に更新させていただいております。ぜひ、気に入っていただけたら、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。